違うんや。だったら次ってね、しお前が攻めていこうと思えば防御も入る。ただその防御が入った時とかに、すぐああ打てっていうのが早いんや、判断が。ああ打てんじゃなくて、アクタが詰めてくるところにも機会はあるもんで、そこを狙ってくる。例えば下でもあれやし、体を入れ替えたら次でもある。前で出てアクタがこうやったりこうするんやったら、その動きを冷静に見とって、ああで終わるんじゃなしに、そこから打てるところをパッと狙ってくる。やっぱり試合の中でアウトの瞬間なんていうのはそうたくさんない。やもんね、自分でそこを作ることがないし。え、ただちょっと
欲しかったね。それが記憶がある。あと記憶がある。欲しかったな。でもああいうのうまく続いてる。Yeah, yeah, yeah.
れると、こうやって入られると、相手から連絡が入る。けど、日本との戦いの、そこから相手くらいだから、相手から連絡が入るの。厳しいぞ。頑張れよ。Yeah.
チャンさん。先生方に知ってること、学んでることというのは、そのことが、剣道が、仕事が、学校生活が好きなやつには勝てない。いくら好きだからといっても、その授業だとか、仕事だとか、剣道を楽しんでいるやつには勝てない。という言葉で、地位、功、楽、という言葉を言おうと思ったんだけど忘れてしまいました、生徒たちが非常に楽しかったと言ってくれたんだけどどこまで楽しいかよくわからなかったので本当の楽しみというのはもっと先にあるのかなという言葉で楽しいじゃなくて面白いっていうふうに言ってくれっていうふうに頼んだんだけどまあそれはさておいて剣道をやってるだけじゃなくて好きになってほしい好きじゃなくて、もっと先では楽しんでやれるようになるといいと思います。どうぞ。はい。ありがとうございました。3年生が抜けて、ちょっとしたこの稽古に来た時は、ちょっと気が抜けてるかなと思ってたんですが、今日久しぶりに稽古に来て、だいぶ変わったと。もうすぐ、あさってか、浜の祭りあると思うので、頑張って、いい成績を教えて、お互いに、ありがとうございます。はい、勤労体験学習で疲れている中、本当によく頑張って練習参加していると思います。で、ただそんな中なんやけど、あさって大会に出ますね。で、大会に出るっていう時には、例えば調子いい時もあれば悪い時も当然ある勝つ者がいれば負ける者がいるでそれが試合ですただその中で絶対に自分自身に言い訳をしないようにしっかりと準備をしてほしいと思います勤労体験で疲れてたんやとかそんで練習が十分できんかったんやとかその時にあなたたちの前に立って出てくる相手っていうのはそんなことは知らずに持ってる力を全て出し切ろうと思ってきます、まあ、その相手に失礼がないようにで今持っている自分の力をしっかり出し切れるだけの気持ちの準備をしていってほしいと思いますでそのためにはいつも言ってるけど剣道だけはなしに普段の生活の中からの取り組むところはいくらでもある
明日、終業式です。3時間、学校での生活は3時間で終わる。その後午後はあなたたちが自分たちで判断して生活することになります。で、その中で試合に出る者として恥ずかしくないふさわしい生活が送れたら、気持ちのいい試合ができるんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、お互いにチーコーラク、なんでチなんかな、よくわからんな。